ベルサイユ行進のイラストベルサイユ行進は、フランス革命の際、1789年10月5日、女性を中心としたパリ市民がベルサイユ宮殿まで行進し、フランス国王ルイ16世をパリに連行した事件である。別名、10月事件、10月更新。革命勃発当時のフランスでは、前年の強作や、正常不安のため穀物の売りしぶりが横行し、 パンをはじめとする食料品の価格高騰にパリ市民は苦しんでいた。庶民の生活が急暴する中にあってもベルサイユ宮殿では豪奢な縁が催された。さらにその席上、この絵兵が国王類16世の面前で三色傍章を踏みにじった。革命の否定を示すこの方が伝わると民衆の間に怒りが広がった。 1789年10月5日の早朝、パリの広場に集まった約7000人の主婦らが、パンをよこせなどと叫びながら、国王と議会に急防を訴えるため、ベルサイユに向かって行進を開始。ラファイエットの率いる2万の市民軍が後を追った。彼らは、バスティーユ牢獄襲撃事件の功労者マイヤールを先頭に振り仕切る。 雨の中、約2 0トルの道のりを6時間かけて行進してベルサイユ宮殿に到着した。おののが武器を取り、大砲まで持ち出して行進したと言われる。狩りを好んでいった国王はこの日も狩りに出ており、民衆はさらに4時間近くの待機を強いられた。狩りから戻った国王は宮殿に集った大勢の民衆に恐れをなし、パンの配給を表明した。これにより、 民衆の興奮は幾分収まったが、翌6日未明、武装した市民の一部が宮殿に乱入し、これを阻止しようとしたスイス傭兵のこの衛兵数名を殺害した。これを見と民衆は暴徒と化し、宮殿になだれ込んで略奪を行うとともに国王を拘束した。民衆は国王に対しパリへの帰還を迫り、その日の午後に国王一家をパリに連行した。 この事件は国王の人権宣言署名を求めた事件でもあった。なお、大位三奪を狙うオルレアン公、ルイ・フィリップがこの事件を先導したとも言われる。事件以後、国王一家はパリのチュイルリー宮殿に住み、事実上パリ市民に監視される日々を送ることとなる。国王と共に議会の機能もパリに移動した。封建的特権の廃止宣言や、 人権宣言を国王が承認したことから、政局の混乱は一応沈静化した。しかし、国王一家はウィーンへの逃亡を図り、それが未遂に終わり、民衆は王家に対する不信を決定的なものにした。やがて国王夫妻を裁判にかけ、裁判で有罪とされた国王夫妻は処刑されるに至る。ありがとうございます。